ビビアン・キャンベルは北アイルランド出身のギタリスト。ハードロック、ヘビメタルの分野で活動。身長173センチメートル。ベルファスト出身。初めて見たコンサートはロリー・ギャラガーで、他にゲイリー・ムーア等から影響を受ける。1978年にスイート・サベージを結成し、ノイスブームのムーブメントの中で活動。1981年のシングル、Take No Prisoners の B 面曲、Killing Time は、後にメタリカにカバーされた。1983年、ロニー・ジェームス・ディオが新たに結成したバンド、ディオに加入。3枚のオリジナルアルバムで演奏や作曲に貢献し、評価を高める。また、ディオが主催したチャリティプロジェクト、Here and Aid でも重要な役割を果たした。ディオ脱退後、1987年には、ホワイトスネークのStill of the Nightのミュージックビデオに出演し、エイドリアン・バンデンバーグとのツインギターという形でツアーにも参加するが、レコーディングには不参加のままホワイトスネークを脱退。1990年には、リバードックスのデビュー作、リバードックスに参加するが、すぐに脱退し、ルー・グラムと共に、シャドーキング結成。1991年に、同名のアルバム発表。1992年、デフ・レパードのツアーに参加し、以後正式メンバーとして活動。キャンベル加入後初のオリジナルアルバムは、1996年のスラング。また、クロックというサイドプロジェクトでも活動している。2005年、初のソロアルバム、Two Sides of If 発表。ブルースの楽曲をカバーした内容で、ボーカルもキャンベル自身が担当し、他にビリー・ギボンズやテリー・ボジオが参加。2010年5月、デフ・レパードでの活動と並行して、スコット・ゴーハム、ブライアン・ダウニーを中心に再結成したシン・リジーに参加。2013年にホジキンリンパ腫を発症し、同年6月にそのことを公表。治療を続けながら活動を続けると声明している。2013年8月3日、ディオ時代ともに活動していたビニー・アピス、ジミー・ベイン、元リンチモブのアンドリュー・フリーマンらと結成したラスト・イン・ラインの初ライブをカリフォルニアで開催。2016年、ラスト・イン・ラインとしてのデビューアルバム、ヘビクラウンをリリース。アルバムのプロデュースは、ディオにも参加経験のある元ドッケン・デフォリナーのベーシスト、ジェフ・ピルソン。また、リバードックスの再結成にも参加し、2017年7月には、アルバム、カリフォルニアをリリースした。ありがとうございます。